めちゃくちゃ優秀だなと旗から見てて思う。いやいや、どんな環境にねこう置いてもそこから学んで短期に成長できる怖いの部分に対する回答の納得度。まあどうもこんにちは、春大やりメンバーの稲山です。本日は実際のミクシィの内定者さんと実際の部長さんにご協力いただいて最終面接の一歩手前の面接を再現いただく企画になっております。この動画を見てくだされば IT 系メガベンチャー企業でどんな面接の評価ポイントがあるのかっていったところと実際の内定者様の振る舞いってところが分かるような動画になっておりますのでぜひ最後までご覧ください。青山学院大学の吉田千咲と申します。ミクシィモンストマーケティング部で部長を務めております青山です。ミクシィの見てね事業開発部の部長を務めている佐藤と申します。面接の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。吉田さんが学生時代に注力されてきたことは何でしょうか？私が学生時代に一番注力したことはアート業界の DX のスタートアップ企業でインターンをしていたことなんですけれども、そこではウェブディレクターとしてギャラリーのウェブサイトの制作に携わっていて、そこでのディレクション経験というのが一番頑張ったことになります。インターンシップではどれくらいの期間にわたって活動されていたんですか？大学1年生の3月からやっていたので約2年半ぐらいですね。結構長いですね。長期間にわたって、活動される中で吉田さんの強みが発揮されただろうと思うポイントは何かエピソードはありますでしょうか？はい、私はもともとコミュニケーションを人と取るのが好きで、私はディレクターとしての立場だったのでメインの業務はクライアントの方と話をしてウェブサイトの制作のところに落とし込むっていうところがメインだったんですけど、オンライン上だけのコミュニケーションだとうまくいかない部分もあったので雑談を踏まえて話すとか実際にギャラリーに足を運んで直接会って話すっていうことを大切にしていました。インターンシップで入るとすると周囲の方はスキル的にも経験的にもずれた方が多くいらっしゃるかなと思うんですけども、そのギャップを克服していく課題感であったり対策っていうのはどういった時に組み立てたのでしょうか？私が一番感じたのもそのポイントで、デザイナーさんだったりエンジニアの方と対等に話ができてないなっていうのを課題として持っていたんですけど、そのためにじゃあ何か勉強をしようっていうふうに思って、自身でそういったプログラミングのオンラインサロンを受けたりとか、あとはデザイナーさんとも対等に話ができるようになりたくてカラーコーディネーターの資格を取って、ウェブサイトに反映された時も色味だったりトーン物だったりっていうところを自分の感覚としても理解できるように勉強していました。その2年半のそういった勉強も踏まえて働き方の変化っていうのはありましたか？初めはやっぱりがむしゃらに与えられたことをやるっていうことしかできなかったんですけど、だんだんエンジニアだったりデザイナーさんが求めていることって何かなとか、そういった先回りの行動がちょっとずつできるようになったかなというふうに思います。ディレクター業務のインターンシップを2年半続けられた吉田さんのモチベーションとなった部分はどういったところになりますか？もともとアート業界でインターンを始めた理由もアートが好きっていうのがあって、美術館だったりギャラリーに行って見るのがすごく好きだったっていうのが一つ大きなモチベーションだったっていうところと、あとは実際にギャラリーの方たちと話すと素敵な作品だったり素敵なアーティストっていうものをいっぱい抱えていてもなかなか自分から発信する術がないというか、 SNS もうまく使えないしウェブサイトも作れないしみたいなところに私自身も何かやるせなさを感じていて、そういったところに DX っていう形でサポートできているっていうものが実感として持てていたので、そこはすごくモチベーションになりました。なるほど、なるほど。吉田さんの将来のキャリアについて伺いたいなと思いますね。今後社会人になって将来的には一体どういう人物になりたいというふうにお考えですか？すごい大きくなってしまうんですけど、かっこいい大人になりたいなと思っていて、かっこいいですか？そこには私の中で2軸あって、ビジネスパーソンとしてっていうところと、そもそも人としてっていう2つがあるんですけど、ビジネスパーソンとしてっていうところでいくと何か頼りがいのある人間とか信頼できる人間になりたいなっていうところもありますし、新しいことやるとかこのサービス誰に任せようかってなった時に自分の名前が上がるような仕事ができる人になりたいなと思っているっていうところと、人としてっていうところでは周囲をエンパワーメントできるような女性になりたいなと思っています。話すと元気になれたりとか、この人みたいに頑張りたいなとか、そういう風に思う方って結構いっぱいいらっしゃると思うんですけど、自分もそんな人になりたいなと思っているので、私の目指す姿っていうのはそこかなっていうふうに思っています。どういう経験をしたらかっこいい大人になれると思う？なんか私もそれをいっぱい考えたことがあって、周りの自分が思うかっこいい大人ってどういう人だろうっていう風に考えた時に、貪欲な人が多いというか自分の現状に満足していない人ばかりだなという風に思って、今の自分の状態だったりを過信せずに常にインプットを忘れないとか、そういった姿だなと思っているので、そこを自分もやっていきたいなと思っています。なるほど。そういったなんかかっこいい大人になりたいなと思ったきっ
かけというか理由みたいなものって何かあるんですか？そうですね、私は原体験があって、はい、高校生の時にフィリピンに行ったことがあるんですけど、うん、まあ、そこで実際にスラム街に住んでいる子どもたちと話をさせていただく機会があって、そこで話す中でスラム街に住んでいる子たちは生活も苦しいし環境も厳しい場所ではあるんですけど、すごい大きな夢を持っていて、将来はこの国でこういう仕事をしたいとか、そうやって話してくれた時に私は何も言えることがなかったというか、その子たちに自信を持ってこういう大人に私はなりたいよって言えるものがないなっていうのがすごくやるせなくて、そこから何がしたいかなっていうものはすごく考えるようになりました。なるほど。そういった将来のビジョンを木下さんがなぜこの当社ミクシーに応募されたんですか？応募した理由は2つあって、1つ目がパーパスとかミッションに対して共感をしているっていうところ、2つ目が、まあ、実際に働いてる人がすごく好きっていうのがあって、うん、その2つが一番大きいかなと思っています。パーパスミッションへの共感っていうのはどういう部分に、なぜそこに共感するんですか？私はもともとコミュニケーションっていうところにすごく共感していて、小さい頃は転勤族だったので、いろいろな土地を転々としながら生活をしていて、離れた場所にいる友達とオンライン上でつながるとか、共通の話題でチャットで話すとか、うん、っていうものが小さい頃からすごく身近だったこともあって、そこに対する思い入れが強いっていうのと、そういった人と人の距離を縮められるようなサービスに携わりたいっていう思いがすごくあるので、うん、そこに対しては共感しております。なるほど。そういう吉田さんがもしミクシーに入社したとしたら、具体的にどういうことに挑戦してみたいってお考えですか？多くの人に愛されるようなサービスを作りたいなと思っているので、うん、今ある既存の事業をまずは大きくするってところで、よりブラッシュアップしてグロースしていくっていうところに携わりたいなと思っていますし、いずれ自分のスキルだったり経験がついたら新しい事業にもチャレンジしてみたいなと思っているので、新規事業の立ち上げにも携わりたいなと思っています。多くの人に使われるサービスじゃなくて愛されるサービスって答えましたよね。はい。これなんか違いはあるんですか？ただ使うっていうインフラ的な要素ではなくて、うん、このサービスが好きだから使いたいとか、うん、毎日開きたいとか、うん、そういった風に思ってもらえるというか、誰か特定の人物に対して新しい当たり前になるというか、なくてはならない存在になるようなサービスを作りたいなっていう思いがとてもあります。吉田さんから何か質問がありましたら、はい、お願いします。私はミッションとかパーパス、うん、そういったものに共感しているんですけど、実際のサービスだったり社内にはどういった風に反映されているのかお伺いしたいです。パーパスの中にミクシーウェイユーザーサプライズファーストっていうものがあるんですけども、そちらがパーパスとして設定される前から弊社の代表取締役の木村がモンストンプロデューサーだった時に、うん、盛んに現場でユーザーサプライズファースト、うん、これが一番大事だというのをメッセージとして送っていて、ただそのユーザーの方新しい体験を届けて楽しさであったり喜びを作っていくのかっていうのを大事にして、モンストのサービスとともに組織が成長していったので、ユーザーサプライズファーストをやるっていうところには浸透力はモンストの部署はかなりあると思っています、うん。ユーザーサプライズファーストから生まれる心がつながっていくであったりとか、コミュニケーションを豊かにするっていうのが、そういった驚きの体験がもう共感を生んで、ユーザーの皆様が楽しんでくださる空間が可視化されることによって作り上げられていく、そういった因果関係成立といいますか、うん、そういったところで、まあ、実現今みんなができているかなと思います。2つ目の質問なんですけど、御社ではほとんどが中途採用だと思うんですけど、中途でスキルある人たちを採用するのに加えて新卒を取る理由というか、どういったことを期待しているのかお伺いしたいです。大きく2つあるかなと思ってまして、うん、1つ目がミクシーが手掛けているサービスっていうのは若年層の方に向けて提供しているサービスも多くありますので、若年層の方の視点視野に近いポジションにいらっしゃる新卒で入ってくださる社員の方には、新しいアイデアだ視点を引き込んでくださるのを期待しています。私からの質問は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。旬デイリーのウェブサイトでは面接の合格者がその面接を完全再現した動画を公開しています。電気企業100社以上全業界網羅しています。どんな人が通過しているのかや自分のガクチカの分かりやすい伝え方などを学べるので、ぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃ優秀だなと旗から見てても、いや実際の面接官からのフィードバックをよろしくお願いします。まずインターンシップを2年半続けているっていうこと、そのこと自体がとてもいいなと思っていまして、数ヶ月とかで振り返っていってしまうとか、ちょっと職場が何か困難とかがあって断念してしまう人が多いんですけども、そういった普段のそれまでの施設とは違うところに身を置いても、まあ、2年半いけること、その中でもやっぱり課題に対して自分自ら資格の勉強とか伝えたりして、業務以外の時間の使い方も自分がどう立ち回っていくのか考えていらっしゃるところがとても素晴らしいなと思いました。成長組織ってね、
非常に駆け足なんですよね。そういう時に新しいメンバーにとって結構重要なポイントが自走力ですか、うん、自分でどれだけ走ってついてこられるか。学習意欲ある方非常に多いんですけど、学習意欲をきちんと、まあ、成果に転換してディレクター任せられるようになるっていうところを自らね、課題を発見して学習してっていうサイクルを回せてるっていうところは、どんな環境にねこう置いてもそこから学んで短期に成長できる可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思いました。2人とも総じてめちゃくちゃ良かったっていう感じですかね。そうですねですって感じですかね今回の面接ってまず学知化を聞いて、そこから将来やりたいこと、そして志望動機という順番でお話しされてたと思うんですけど、どういった評価項目とかポイントを置きながら面接されてたんですか？見るべきポイントとしてはやっぱりそのスキルであったり、今どんな実力を持っているのかっていうところはまず一番上の段階としています。で、あとはできることに対してではなくて、できないことに対してどのように取り組んでいることができるのか、新しいことであったりとか難題に取り組んでいかないとかがありますので、そういったところをいかに論理的にであったりとか趣味の力を借りてであったりとか取り組んでいけるのかっていうところも能力っていうのは見させていただいています。吉田さんの回答の中でそこが見られたポイントとかってどういったところだったんですか？話の中で出てきたことは雑談というところが出てきたと思ってまして、できないことがあると一人で抱え込まずに周囲の人に助けを求めていく能力も結構大事になってくるんです。やっぱり人間プライドがあったりするのでなかなか言い出せない、早く行って早く解決していかないといけないということが多々あるので、そういったところで雑談で人と人とのコミュニケーション壁を取っ払えていけるっていうのはいいポイントかなと思いました。カルチャーフィットってね非常に大事かなと思ってますと、何をするかと誰と働くかって同じぐらい、もしくは場合によっては誰と働くかの方が重要なことってあると思うんですよね。なので僕らのチームに迎えるにあたって同じ価値観を持って共に働ける仲間として迎えられるかどうか、そういう視点での評価っていうのはね、いろいろと重要なんじゃないかなと思いますね。吉田さんのどういったところがカルチャーフィットしてるなと感じられたんですか？一言で説明するのは難しいんですけどミッションビジョンへの共感してますっていうのは応募してきたら書いてる方言いますよね。でそれがなぜなのか、どういう体験があってそう思うようになったのかっていう怖いの部分に対する回答の納得、まあ吉田さんの場合は低金属でね友達と揺らされた経験があってっていう現代的にお話しいただいて、その辺の納得度とか強さみたいなところが一定はあるかなと思います。ともう一つはそのチーム内のコミュニケーションが非常に重要でね、いいプロダクトを作るにはいいチームが必要で、論理的で分かりやすく原稿ができるようなコミュニケーションのスキルの高さっていうと、あとはソフトスキルですね、柔らかく相手にプレッシャーを与えずにきちんと信頼関係を持てそうな相手かどうか、そういったあたりをもう会話の中で探っていくっていう、そういう感じですかね。吉田さんの方で面接で意識されてたこととかってありますか？いつも大切にしているのは絶対これだけを伝えて帰るっていうことを3つ用意していて、その3つを伝えたら自分は納得できるので、それを納得した上でもしダメだったら単純に合わなかったんだなっていうふうに解釈ができるので、言いたいことは全部言うようにするっていうのは大切にしています。絶対に言いたいことが伝わったかどうかってどうやって判断してるんですか？実際の会話でもそうですし、もし聞いてくれるタイミングがなかったらちょっと補足させてくださいって言って話したりとかってことを大切にしています。逆質問で、なんでこの質問をチョイスしたのか伺ってもいいですか？私が会社に対していいと思っている部分がどういうふうに反映されているのかっていう生の声をお伺いできたらなと思ったので質問をさせていただきました。入社を見据えてしっかり質問を選んできて考えるのか、はい、逆質問は一番考えていた項目かもしれないです。最後に吉田さんから視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。就活をするにあたって不安になることはたくさんあると思うんですけど、なるべく多くの人と話して会社だったりとか人に対する解像度を上げていくことがすごく大切だなと私は思っています。企業によってはカジュアル面談をお願いしたら人事ではなくて現場社員と組んでくれるところもありますし、そういった人とより多く話して具体的に自分が働くイメージを持つということをやってもらいたいなと思っています。私も実際にそうやっていろんな人と話して大好きな企業にたくさん出会うことができたので、皆さんも自分らしく挑戦してもらえたらいいなと思っています。今回ご協力いただいたミクシィさんの最初の説明とインターンの説明は概要欄に掲載してありますので、ぜひチェックしてみてください。本日の動画以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあ旬デイリーのウェブサイトでは面接の合格者がその面接を完全再現した動画を公開しています。電気企業100社以上、全業界網羅しています。どんな人が通過しているのかや自分